国内で新型コロナウイルスの感染が相次ぎ、死者が出たことなどを受け、加藤勝信厚生労働大臣は、新型インフルエンザ治療薬、アビガンの使用を検討する意向を示しました。加藤厚労大臣は、新型インフルエンザ治療薬、アビガンについて、効果を確認した上で広く提供できるようにしたいと述べ、使用を検討する方針を明らかにしました。国内では死亡したクルーズ船の乗客2人に対しては、入院中、エイズ治療薬が投与されていました。また、政府が検討を続けている新型コロナウイルスへの医療体制などについては、早ければ週明け25日にも公表する意向も示しました。